ャンクス。親父、親父、赤髪が親父に合わせろと。いい酒持ってきたんだろうな、小僧が。明石は下がってろい、身が持たねえぞい。何が起きてるんだ。はあ、もう手遅れかい。相変わらず半端な覚悟じゃ、あの男の前で意識を保つことさえできねえ。失礼。敵戦につき少々威嚇した。覇気をむき出しにして現れる男の言い草か。戦闘の意思はない、話し合いたいことがあるんだ。一番隊のマルコだな。お前うちに入らないか。うるせえよい。戦争はしねえらしい、二人にしてくれ。世界中の海を回ったが、肌に染みた水から作った酒を超えるものはない。ウエストブルーの酒だな。あまり上等じゃねえだろ。俺の故郷の酒だ。ああ、悪くねえ。おめえもよくなりやがったもんだぜ、ロジャー、ガープ、戦国。あの頃の海を知る者はもう随分少なくなった。ゴールディ・ロジャーの船のただの見習いだった小僧がよ。いたぞ白ひげ、ここで会ったか100年目。おめえと鷹の目との決闘の日々も俺の耳にはまだ新しい。おめえと一緒にいたあの面白え赤っ鼻はもう死んだか。バギーか。風の噂でまだ海賊をやってると聞いた。俺と一緒に来いよバギー。おめえの部下なんぞ真っ平だぜ。おめえほどの男がイーストブルーで腕一本落として帰ってきた時は誰もが驚いた。これか、新しい時代にかけてきた。今うずくのはこの傷だ。俺は油断などしていなかった。俺が言いたいことがわかるか。俺にこの傷を負わせたのはお前んとこの黒ひげティーチだ。自分を隠し、今まで白ひげというでかい名の影に潜んでいたんだ。いずれお前の座をも奪いに来る。エースを止めてくれ。またね、坊主が言うようになったな。黒ひげティーチから手を引け。たったそれだけの頼みだ。あいつの罪は海賊船で最もやっちゃならねえ仲間殺しだ。仁義を欠いちゃこの人の世は渡っちゃいけねえんだと。誰にも止められなくなるぞ。ほら白い見ろ空を。雲、いや天が割れた。隊長。よせ、今さら隊長なんて。お前ももう立派に船長やってんだろ。あなたがかの秘剣のエース。ああそうだ、よろしくな。なんだよエース、久しぶりだ。人の倍の人生を歩んでるお前がこの状況を理解できんわけがねえ。なあエース、お前俺の仲間にならねえか。まず手始めにこの先のウォーターセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して政府への手土産にする。白ひげの時代はもう終わりだ。海賊王には俺がなる。そいつは俺の弟だ。俺もおめえの仲間にゃ。悪い野郎がいるな。よっ火柱船長。船長。うるせえてめえら、下がってろ。
俺を殺してんだよな。そもそも俺が何十年も白ひげの船にいたのは、その身が転がり込んでくる確率が一番高いと仕方がなかったんだよ。あいつが俺の意中の悪魔の身を手に入れやがったんだ。運がなけりゃ諦めもしたが、君は俺の友達の手に入った。この能力は俺を選んだんだよ、エース。見ろ、ロギア系の中でもまた異質。いや、闇だ。悪魔の実の歴史上最も凶悪とされるのがこの力。闇？俺はおめえには殺されねえ。実力のほどは今すぐ見せてやる。早く逃げねえと俺たちまで巻き添えちまうだろうか。とっとと立て。いや、地面を張ってきた。あいつの体から吹き出してるやつだ。森の中、海岸まで逃げろ。まだお前には手は出せん。そこで町を眺めていると。闇とは引力、全てを引きずり込む力。ブラックホーン。闇の引力は物体を無限の力で凝縮させ押し潰す。オタルビ火だるま。だが不思議だな、ロギアならこんな攻撃受け流せてもいいだろうに。言ったはずだぞ、闇は全てを引きずり、俺の体はあらゆる痛みまで常人以上に引き込んじまう。クローズ。どうだ、もう気づいたんじゃねえか、エース。殴られるなんてな、ずいぶん久しぶりなんじゃねえのか。つまり俺が実体に触れると、能力者はその間いかなる能力も使えなくなる。俺の闇が引きずり込むもう一つのものは悪魔の力だ。俺は防御不能の攻撃力を得た。進化しろ。くそ、炎の槍か、龍神か。何が起きてるんだ、人間の仕業じゃない。さすがに白ひげの船の隊長ともなれば基礎戦闘力まで凄まじい。闇の前では全て無力、お前の強さをもってしてもな。エース、俺の仲間になれ。力に屈したら男に生まれた意味が見えたろ。闇を死ね。大変限定。白ひげを王にする。太陽か闇か、勝者は一人だ。Thank you.